フィフティーズチャンネルです。今日もですね、相方とルーム戦やっていきたいと思います。ただいまですね、相方とは、多分4連勝中ですね。でも実際多分5連勝してるんで、あの動画が1本消えてますんで、なんでまあ今日も 6連勝目を目指してちょっと。でですね、相方がですね、いつの間にかとちょっとリアタイでランク上げていってるんでね、ちょっと今日さらにね出る杭を打っておこうかなと思いますんで、で今日も金田投手使うんですけどね、相方多分金田投手まっすぐとカーブ、ドロップカーブ2種類しか球種がないと思ってるんでね、今日はまだ投げてないもう一種類のね、ドロップカードも、使ってね、ひねっていきたいと思いますんで。で、相手ピッチャーは、大野投手好きですね、相方。あれ。ネットワークが切断されました。さあ、リベンジいきますね。まずは、早い球からいきましょう。やっぱり速い球になかなかついていけない年齢ですね。お、見ちゃった。どうなったでしょうね。ツーシームがやっぱり強力。どうでしょう。まっすぐですね。少し。出てきましたね。相方はね、多分大体攻めがね、もうインコースが大好きなんでね、ちょっとインコース張ってもいいんですけどね、軽く練習にならないんでちょっと打ち損じました。はい、こちらは抜けんでいきます。前剣はね、前度のこと。前剣スライダーを。よしよし。ちょっと打ちに切りばめる。ああ、インコース。打てないんです。ほら、打て。すごいな、曲がるな。逃げるスライダー。打て。打てない。多分ボールなんですね。ファールボール。なんか内側に前行きます。ああ、わかった。そして苦手なまっすぐ。こういってます。いやあ、それね。どうでしょう。ああ、はい、もう割り込まれた。お互い最強だ。新打線。低め。間違えた。オッケー。フェアでしょ。なるほど。やはりこれですね。どうだ。ああ、ツーシームはいけん。惜しい。危なかったですね、今のは。これはね、捉えました。これ取れるよ、今の取れるよ、梅ちゃん。これいきますよ。これはね、前回舐められてるんだよね。福本さん、世界の闘牛ですからね。来ましたね、やはりここで。梅ちゃんだろうが何だろうが走りますよ。早くも
カードを切ってきましたね。一応1球入れてみましょう。今日は切りました。すごいな。福本来ましたね。さすが世界の福本。さすが世界の通りで。ただ冷静に返す。冷静に。ストライク。いいとこ投げますね。よかったね。あ、分かんないですね、あそこの球がツーシームなのか。ここは振るでしょう。ね。ちょっとここは怖いですね。そうね。よく見ましたね。今度は縦スラですね。バースは最悪歩かしてもいいね。ね、入っちゃうんですね。ズバッといきましょう。いけません。ちょっとね、金田投手舐めてるんでね、やっつけますよ。見極めがね。だいぶ見極めがね、できるようになりました。カーブなんですけど、このカーブは入りますか？それストライク。ああ、入っちゃうんだ。そうか、舐めてるんですよ完全に。まっすぐ投げないですか。どうでしょう。ああ、惜しい。ただだいぶ、肩が引っ掛けて、まっすぐ。OK。おお、そうね。入っちゃうんだ。難しいな。これ多分ね、まっすぐ待ちなんですよ。入っちゃうな。ボールスリー。はい。ああ、もうだったかな。相変わらずの延長戦に乗ってる子います。まず先頭を打ちづらい。危ないんですか。危なかったですね。いいんですか。あー、送り、結果送りバント。さあ、1本欲しいですね。ではちょっと全体で行きますね。内野フライで反応できなかったみたいですね。まあ注文通りということで。はい、OK。出ますね、しかし。しかしこのままだと負けちゃうな。
さよならのお膳立てができましたね。ここは糸井さんでしょ。なんか作戦練ってきますね。いやらしいな。はい、あ、割り込み決めてもらいましょう。最初直球来そう。あー、すぐに押します。しょぼ。はい、ということで今日も僕の勝ちということで。いやー、しょぼいというかね、あの打撃が全く上がってませんね、2人とも。ということであまり見どころのない試合だったんで、後でもう1試合やります。思ったほどタケちゃんも強くなってなかったんで、とりあえず5連勝ということで、今日はこの試合に関しては見どころなくてすいません。またね、いい試合を見せれればいいと思いますんで、しっかり練習していきます。ありがとうございました。